ステファン・グラッペリは、フランスのジャズ・バイオリニスト。パリにて、アラトリー出身のイタリア人である父・エルネスト、サントメール出身の母・アンナ・エミリーとの間に生まれた。母は、彼が4歳の時に死去。12歳頃から、路上や庭でバイオリンを弾き、日銭を稼いで家計の足しにしていた。プロとして、 活動を始めたのは1923年、サイレント映画上演の際に演奏を行う、バイオリニストピアニストとしてであった。ジャズギタリストのジャンゴ・ラインハルトの相方となり、彼と共に、フランスホットクラブ五重相談を結成し、第二次世界大戦前から晩年まで、精力的な演奏活動を続けた。ジャズバイオリニストの第一人者として、長年にわたって晩年まで、 第一線で活躍した。彼は晩年、ジャズ以外の分野の演奏家とも共演し、特に、クラシック分野では、ユーディメニューインや、ヨーヨーマラトの共演が有名であり、いずれも高い評価を受けている。メニューインとは、英国 BBC テレビでの共演をきっかけに、数枚のアルバムを録音した。また、映画音楽も手掛け、1973年の、フランス映画、バルスーズや、 1989年のフランス映画5月のミルの音楽を担当した。意外なコラボレーションとしてはピンクフロイドとの共演が挙げられる。彼らの楽曲、炎、あなたがここにいてほしいのフェードアウト部分にはほとんど聞こえないもののグラッペリのバイオリンソロが使われているという。これは両者がたまたま隣同士のスタジオで作業していたために 実現したもので、後に、ピンクフロイドの電気ピッグズ・マイト・フライ、ザインサイド・ストーリー・オブ・ピンク・フロイドで明かされた。多数の録音とともに、いくつかの映像が発売されている。また、彼の人生をドキュメンタリーにまとめた、ライフインザジャズセンチュリーが、DVD として発売されている。ありがとうございます。